私はパニコ、22歳、東京の大学を卒業し、引き続き東京にある映像系の会社に今年度から勤めることになりました。映像系の仕事に就くのが夢だったので、本当に嬉しかったです。卒業式の翌日から、電車で1時間ほどのところにある実家に数日帰っていたんですけど、母のパニカーも盛大にお祝いしてくれましたよ。パニコ、就職おめでとう。うわー、すごいごちそう。私、東京で頑張るからね。ああ、応援してるよ。そういや、幼馴染のゆうきくんは、卒業後こっちに帰ってくるみたいだね。うん、もともとゆうきのお父さんのみとべさん、おじさんとは大学卒業したらこっちに戻ってくるって約束をしていたみたい。思えば小学校からずっと一緒の学校に通っていたゆうきがいたから大学生活も楽しかったな。社会人になっても充実した毎日を過ごせるよう頑張らなくちゃね。さあさ、いっぱい食べて。そう、この頃の私はこれから立派な社会人として引き続き東京で頑張るんだとやる気に満ち溢れていました。ところが、いざ会社に勤め始めた私に待っていたのは、憂鬱な出来事の数々。仕事自体はやりがいがあって楽しかったし、同僚たちもいい人ばかりだったんですが、問題は上司たち。上司たちが全然仕事をしてくれないんです。特に部長の深さには、もう本当に毎日困っていて、同じオフィスにいる私のデスクにやってきては。パニコさん、今日の夜、空いてる？私に耳打ち。うわー、出たよ。今日も誘ってきやがった。二人で飲みに行こうよ。で、その後とか、どう？無理すぎ。しかもこの人、奥さんと子供いるのに、最低。当然私は、深さから誘いを受けるたびに、きっぱり断り続けていました。ちなみにこの会社は社員が20人くらいでとても小さい会社なんですが、深さより立場が上の上司にはすでにこのことを相談済みです。ところがさっきも言ったように、ここの役員たちは本当にポンコツ。いつまで学生気分でいるんだ、社会人なんだから自分で解決しろ、だってさ、こんなところで働き続けたくないと当然思いましたが、勤め始めたばかりで辞めるのが無責任すぎると思ったし、母に東京で頑張ると言った手前、簡単に退職できなかったんです。と、そんなある週末、田舎から勇気が東京に遊びに来ていました。実は私たち、恋人同士でもあるんです。で、その日、東京都内で定番の待ち合わせスポットに立っていたわけなんですが、お待たせ！声がしたので見てみると、なんとそこには深さがいました。うげ！プライベートでまでこの人と会いたくない。私はとっさに身を隠し、こっそり物陰から深さの様子を見ていました。どうやら深さは、私と同い年ぐらいの女の子と待ち合わせをしていた様子。露出度の高い服装の女の子で、深さは鼻の下を伸ばしているのがわかりました。気色悪。ってかあれ、不倫じゃないの？出会い系アプリで君みたいな、こんな可愛い子といい関係になれるなんて、ラッキーだな。え？そろそろアプリじゃなくて、SNS でやり取りしたい？いや、そっちは嫁とも繋がってるんだ。この関係がバレたらまずいよ。ま、とりあえず、ホテルに行って、続き話そっか。そう言って、深さは女の子の腰に手を回し、どこかへ去っていきました。その数分後、ゆうきが待ち合わせ場所に到着。休日に深さのことを考えてイライラするのも尺だし、やつのことは忘れてゆうきと映画を見たり買い物をしたりしていました。で、時間が遅くなってきたので、そろそろ帰ろうと二人で歩いていると、あ、とある角を曲がった瞬間、なんと深さとばったり。深さの隣には相変わらず露出度の高い女の子がいました。気まずいことこの上なかったので、私はとっさに顔を伏せ、早歩きで逃げました。ただ、この翌日、いつものように会社に出勤し、せわしなく仕事をしていると、深さが私のところにやってきて。ねえ、パニコさんって、あんな芋っぽい男が好きなの？耳打ち。え？ T シャツにジーパンって、どこの貧乏男子学生よ。
部長の俺よりもあんな男がいいなんてこと絶対ないっしょ。私は深さを無視し仕事を続けましたが、なあ今夜こそ俺と遊びに行かない？あんな妹子よりも絶対君のことを楽しませてあげるからさ。もちろん君の行きたいところに連れてってあげるよ。連日こんなことが続いていたし、その時めちゃくちゃ忙しいタイミングだったのよね。つい私は声を荒げてこう言ってしまったんです。もういい加減にしてください。だいたい深沢部長には奥さんとお子さんがいるんでしょ。出会い系アプリで知り合った女の子と不倫して、さらに職場の部下とまで関係持とうとするなんてあまりに最低すぎます。私の声にオフィスにいた全員の視線がこちらに集中しました。これにはさすがの深沢も一瞬焦った様子。ところがなんと深沢は次の瞬間、私はそんなこと断じてしてないぞ。出会い系アプリで不倫してるのは、そうだ、君の方じゃないか。はあ、何を言ってるんですか。私はそんなことしてません。嘘をつけ。出会い系アプリで不倫とは我が社の恥。こんなことが取引先の一人にでも知れたら我が社の信用を損なうぞ。だからそんなことしてませんってば。しばらく深さと言い合っていたのですが、同僚にパニコさん取引先から電話ですと言われ、一時休戦。同じオフィス内にいた別の同僚の声で、取引先の人とつながってる体で話してくださいと聞こえました。同僚たちが計らって私を助けてくれたみたい。ほんとここの職場って上司たちはポンコツだけど、同僚たちはめちゃくちゃいい人たちばかり。ただね、この後社長を含め他の上司たちはなんと私ではなく深さの言うことだけを信じたんです。そりゃ深さはこの会社に勤めて長いし、私はたかだかつい最近入ったばかりの新卒だけど、それにしたって意味わからなすぎ。さらにこの翌月の仕事中、社長に呼び出され会議室へ行ったんですが、会社を辞めてくれってどういうことですか。社長はさらに、今会社の経営が厳しいのに君みたいな問題を抱えている社員がいると取引先に知られて契約を切られたら我が社が潰れてしまうと言いました。深さもあいつの言うことだけを信じた他の上司たちもひどすぎる。もういい、入社してすぐ辞めるのは無責任だと思っていたけど、こんなところにこれ以上いたくない。結果私は退職を決意しました。が、私の退職が決まると深さは、いやー、不倫女と同じ空気を吸って仕事するのが今まで苦痛だったが、これからはもうそんなこともなくなるな。めでたしめでたしだ。本当にこいつ腹立つ。ブチ切れた私は、会社の上司たちは深さにどうにかして復讐したいと考えていたわけなんですけど、それよりまず最初に解決すべき問題は母に退職したことをどう説明するか。かなり息巻いて東京で頑張ると母に言って応援してもらった手前、言いづらいし、こんな早く辞めることになった私に母は失望するんじゃないかしら。そう思ってずっと母に報告することができずにいたんですが、ある週末母から急に電話がかかってきたんです。もしもしパニコ、大変なんだよ。何やら母は興奮気味でした。どうしたんだろうとは思ったけど、母の声が聞こえてきた途端、今まで応援してくれた母に仕事を辞めて申し訳ないという気持ちでいっぱいになって、私の目から急に大量の涙が溢れ出てきてしまったんです。パニコ、どうしたんだいパニコ。実は会社辞めたの。え、辞めた。瞬間黙り込むパニカ。やっぱりそうなるよね、きっとパニカは私に失望したよねと思ったのですが、あっ、どうして笑うのよ。いやごめんよ、急に笑って。でもよかったじゃない、だってあの会社と。パニカが次にしてきた話を聞いた私は思わず、は？嘘マジ？私はびっくり。これからあの会社に起こることを知って胸がスーッとする思いでした。さて、私が会社を辞めて
半年経ったある日のこと。あの後、私は東京から田舎に帰っていました。で、ゆうきの家に用事があって、近所を歩いていると。あれあれ?なんと、深さとゆうきの家の前の道で、ばったり。君は、半年前に不倫が原因で会社を辞めた、パーニコさんじゃないか。どうしたんだい、こんなど田舎で。そんなに男と遊びたいなら、今度こそ俺が遊んでやろうか?という深さが着ているスーツは、以前はそれなりに高価そうなものだったのに、今はペラペラの生地で、ところどころほつれて、ボロボロ。思わず私は、笑っちゃったの。ああ?そのバラバラのスーツ、私を退職に追い込んだあなたが、奥さんも子供もなくして、そんな惨めな姿になってるなんて、ダメ!なんで、お前、どうして俺が離婚したことを知ってるんだ?全部知ってますよ。奥さんに、出会い系アプリで知り合った複数人の女の子と不倫してることがバレたんでしょ?で、多額の慰謝料と養育費を支払ってるのよね。ま、奥さんの SNS に、あんたが不倫してる証拠の写真を送りつけて、あんたが出会い系アプリで不倫してるって暴露したの、私なんですけど!なんだと?お前だったのか!この私があんなことされて、黙ってるわけがないじゃないの。退職が決まってから毎週末、私は皇室と遭遇した、あの待ち合わせスポットに張り込み、奴が再び不倫している現場をスマホにて写真と動画に収めました。で、ネットで深さの名前を検索し、こいつの SNS がすぐに出てきたので、そこから奥さんの SNS を見つけ出し、写真を送信。全部奥さんに教えてあげたんです。奥さんからは、事実を教えてくださりありがとうございます、と感謝され、その後たびたび、子供の親権が私になることが決まりました、とか、慰謝料をゲットしました、とか、報告を頂戴していたの。さらに、私が把握していることが、もう一つ。しかも、そのタイミングで会社が買収されて、役員が総入れ替えになっちゃって、今あなた、生活すごく大変でしょう。いい君。な!実は、私が退職する前に、母から電話で、私の勤め先の会社が買収されて、内部調査の結果、役員も総入れ替えするらしいって聞かされましてね。退職する前だ?なんでお前の母親がそんなこと知ってるんだよ。お前が退職する前には、役員である俺ですら知らなかった話で。と、その時、黒の高級車が私たちの前に停車しました。降りてきたのは、ゆうきのお父さん、おじさんです。と、そこで深さが、三笘社長!急に土下座。そう、実は私と深さが以前勤めていた会社を買収したのは、おじさん。おじさんは、この田舎にある大きな会社で、映像関係の会社の社長をやっています。お願いします!どうか私も雇ってください。元部下たちは、三戸社長の会社や、三戸社長の取引先の会社で、高待遇で働けていると聞いています。どうして部長だった私が雇っていただけないのか、納得ができません。私は、妻と子供にも家を出て行かれ、新しい就職先も見つからず、今や生活するのも精一杯で。お引き取りください。と、そこで、運転席からパニカーが登場。実はパニカーね、おじさんの下で、運転手兼秘書をやっているんです。あの日パニカーは、私の勤め先が、三戸社長に買収されることを知り、三戸社長の許可を得て、慌てて私に報告の電話を入れようとしたみたいなんですが、私がすでに会社を辞めるというもんだから、そのタイミングの良さに笑っちゃったみたい。内部調査の結果、元役員であるあなた方は不要だと、社長がすでに決めたことですので、頭を下げられても困ります。以前の勤め先の社長って、おじさんの学生時代の後輩だったんですって。会社の業績があまりに悪いから、おじさんに買い取ってほしいと、ある日突然お願いしたそうな。おじさん、ゆうき家にいますか?私がそう言うとおじさんは、ああ、中にお上がんなさいとにっこり。その光景に深さは、は、三戸社長、こいつ、パニコさんと一体どういったご関係で?と、驚きの表情。なので、私はニヤッと笑って。私の夫になる人のお父様よ。なんだって?
そう、実は私とユキ、先日婚約したの。あなたが散々私に妹子だって言っていたユキは、水戸部社長、おじさんの一人息子です。そこでおじさんが、ユキを妹子だと、深さをギロリ。あ、いや、ごめんなさい。深さ、地面に膝をついたまま、涙目になっちゃいました。そうして、私とおじさん、パニカーは、お家の中に上がらせてもらったんですけど、しばらく深さが家の外で、話を聞いてください、と叫び続けていてね。迷惑なので、パニカーが警察に通報。やがておまわりさんが、泣き叫ぶ深さを連行していき、何事もなかったかのように静かになりました。その後、深さがどうなったのか、奥さんの SNS の DM で聞いて知りました。まず、あれから深さは他の就職先をようやく見つけ、勤め始めたようなんですけど、そこがとんでもないブラック企業。安月給で、毎日残業、休日出勤することもザラだし、日に日にボロボロになってしまったんだとか。そのうち精神がやられてしまって、家に引きこもるように。あの深さが、女の子と遊ぶ気力すらなくなってしまったんだって。引きこもるようになって、ブラック企業はなんとかかんとか辞められたものの、再びどこかで働く気力は持てず、住んでいたアパートを追い出され、知人の家の屋根裏に侵入し、勝手に住み着いていたとのことで、逮捕されたそうです。金品も盗んでいたらしく、しばらく牢屋から出られないんだとか。ちなみに、以前あの会社の役員だった元上司たちは、みんな再就職先が見つからず、バイト生活をし始めたそうですが、サボり癖がついた彼らは、どこでバイトをしてもクビ。結局、奥さんや子供に愛想をつかされ、果ては闇金の世話になったり、どこかの河川敷で段ボール生活をしたりしているみたい。自業自得ですね。さて、一方の私はというと、勇気と無事に入籍。さらに、おじさんの会社にて、再び映像関係の仕事に携わっています。すごく充実した毎日を送ってるんです。そうそう、この間パニカーに料理を習うために実家に行った時、こんな話をしていました。っていうか、パニコ、どうして以前はあんなに東京で働くってことにこだわっていたんだい？最初から水戸部社長にお願いして、水戸部社長の会社の面接を受けていればよかったのに。だって、おじさん私に昔から優しかったから、コネで入社するみたいになっちゃうでしょ？それって、なんか違うって思ったんだ。なるほどね。だけど、実際働いてみて分かっただろ？水戸部社長は、ちゃんと社員のやる気と実力を見る人なんだよ。うん、すっごくよく分かった。それに、水戸部社長の会社に入社できて、本当に毎日勉強させてもらってる。今度こそ私、立派な社会人になれるよう、頑張るんだ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。